はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院復科副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントやアイデアを腰痛で悩んでいらっしゃるあなたにお届けできればと思います。はい、昨日はですね、僕が好きな浦和レッズがですね、無事に、ACL っていう、大会があるんですけど、それで勝つことができて、決勝トーナメントに出場できることができたので、ものすごく嬉しい夜となりました。はい、ということで本題に入っていこうと思うんですけども、今日はですね、座骨神経痛ですね。座骨神経痛で、その中でも足の前外側のしびれだったりとか痛み、ふくらはぎの前側あるいは外側ですねの、しびれ痛みについてお話をしていきます。はい、でこういったですね、症状の原因になりやすい筋肉はじゃあどこにあるのかっていうと、こちらですね。ごめんなさい。はい、腓骨筋って言われる筋肉ですね。腓骨筋、これはふくらはぎの外側ですね、外側にあるような筋肉です。はい、この青く光ってるやつですね。はい、でこの筋肉がですね、硬くなってくると、こういったところに症状を出しやすいんですけど、どんな人がですね、こういう症状が出やすいのかっていうと、ガニ股の人ですね。ガニ股、ガニ股でちょっと歩いてる方だったりとか、あるいはですね、足首だったりとかを捻挫、骨折をされてる方ですね。過去に捻挫だったりとか骨折をよくしてる方だったり、あとはですね、立ち仕事ですね。立ち仕事をずーっとやってる方。で、女性で言えば、ヒールをよく履く方だったりとかも、この腓骨筋のせいで、座骨神経痛が出てる可能性っていうのが非常に高いです。はい。で、あなたがですね、鎖骨神経痛かどうかを、判断していく中、この筋肉が原因で症状が出てるかどうかを判断していく中で、ちょっと見てほしいのがですね、後ろからこういうふうに見たときに、このかかとに対してですね、小指がこういうふうに見えてる人は特にですね、この腓骨筋が硬くなってしまってて、鎖骨神経痛が出てる方が非常に多いです。このかかとに対して小指が見えなければですね、そこまでここじゃない可能性があるんですけど、こうなってしまっている方は特にここの筋肉のせいでその症状が出ている方がいらっしゃいますので、ご家族だったりとか自分で見てみて、あ、自分もそうなってるって思うのであれば、今からお伝えするやつをちょっとやってみてください。はい、でやり方なんですけど、今日は座りながらやっていきます。座りながらですね、椅子に腰掛けていただいて、まず腓骨筋を探していただきます。腓骨筋ですね、腓骨筋は太ももの、ふくらはぎの外側ですね。ふくらはぎの外側の、ちょっとズームしますよ。はい。このあたりにですね、ポコッとした骨が皆さんあると思います。見つけてください。はい。で、足首をね、こういうふうにしたときにここに出てくるじゃないですか。はい。これが腓骨筋の筋肉です。こういうふうにですね、コリコリとしてる筋肉ですね。こういうふうに動かすと触れると思うんですけど、ここの筋肉のですね、このポコッとした指2本あるいは3本ぐらい下のこの辺をですね、まず触ってあげてください。はい、でそこを触ることができたらですね、そこを触りながら、足のですね、親指ありますよね、親指、そこのちょっと下になってくるんですけど、ちょっと分かりにくいね、ごめんなさい。はい、ちょっとごめんなさい、汚いですけど、このぷくっとした親指のところのペコってへこむところ、ペコってへこむところですね。ここが、ここをグッと押すとこの腓骨筋が緩んでくるっていうのがありますので、ここをですね、親指、自分の親指で足の甲の方ですね、甲の方にグッと向かってちょっと押してあげてください。はい、ちょっと全体を通してやっていきますけど、腓骨筋、さっき言ったポコッとしたとこから指に3本下がったところをちょっと触りながら、さっきの、プクッとしたところのちょっと下ですねのところをグッとグッと足の甲の方に押していただくと、この腓骨筋が緩むっていうのがありますので、この親指の力ですね、足の甲の方をグーッとに向かって押しながら揺らしてあげてください。はい、こんな感じで揺らしてあげてください。これを30秒から1分ですね、深呼吸をしながら揺らしてあげてください。
で、こうしてあげるとですね、だんだんだん先ほど言った腓骨筋っていうのが柔らかくなることによって、まあ、その周りにある、座骨神経痛を引き起こしてしまう神経っていうのを、から解放されてですね、しびれだった痛みがなくなるっていうのがありますので、このまま続けていきます。はい。まあ、大体30秒ぐらい経ったらですね、まあ、あなたが出る座骨神経痛の症状ですね、歩くので痛いのであれば、歩いてみて症状が緩和するってことであれば、まあ、先ほどお伝えした腓骨筋っていうのがですね、原因でその症状が出てる可能性っていうのが高いので、ぜひですね、今のケアっていうのをやっていただければと思います。もう一回場所とやり方を簡単に説明するんですけど、この外側のポコッとしたところを見つけて、このコリコリとしたところを、軽く触っておきます。そこを触りながら、足ですね、足の親指、このぷくっと膨れているところのちょっと下、はい、そこをですね、足の甲に向かってぐーっと押しっぱなしですね、押しっぱなしの状態で揺らしてあげる。はい、これを30秒から1分続けてあげることによって、腓骨筋が緩んできますので、ぜひですね、座骨神経痛のあなたは、一度試していただければと思います。はい。そしたらですね、今日はこれで終わるんですけども、まあ、こんな感じで痛みに対するヒントアイデアをお届けしてますので、まあ、おそらくこの辺に私の顔マークあると思いますので、今それを押していただいてまた見てください。あるいはですね、慢性腰痛を治すための本、こちらありますので、興味がある方はダウンロードしてみてみてください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき、本当にありがとうございました。